防衛力の強化のため国が整備拡充を予定している特定重要拠点空港港湾について市民団体が県内での整備に反対するよう県に申し入れました。特定重要拠点空港港湾は有事の際に自衛隊や海上保安庁が国民保護などを円滑に行うため平時に必要な空港や港湾を訓練で利用できるよう国が整備拡充する方針を示しています。県によりますと県内では11月の時点で高知港、宿毛湾港、須崎港の3カ所が候補に上がっていて今日は県内の3つの市民団体が整備を受け入れないよう県に申し入れました。申し入れでは平時の訓練利用としているが結局は有事にも利用されるのではないか、整備によって攻撃対象になる可能性が高まるのではないか、アメリカに求められれば米軍の利用も可能になってしまうのではないかなどの懸念点が伝えられ県に徹底した情報公開を求めました。特に南西諸島から九州で弾薬をいろんなものを作っていくとか基地を作っていくとかいろんな動きがあるので、そういう意味で中身はまだ分かりませんが特に港でいうとやっぱり平和利用ということに限ってぜひやってもらいたいと。県はまだ国から十分な説明を受けていないためしっかりと説明を受けてから適切に判断していきたいとしています。